皆さん、改めましてこんにちは。先ほどですね、議会運営委員会が開かれまして、2月の26日に開会をしまして、3月の20まで、26日間の会期ということになりました。で、この定例付き会議は令和6年度当初予算案をはじめ、令和5年度補正予算案、条例関係と合わせて55の議案を提出することとしております。来年度、令和6年度の市政運営にあたってですけれども、ここ数年、新型コロナによる行動制限によりまして、市民の皆さんの会合、行事のほか、観光や飲食業などの、事業活動に支障がありましたけれども、一方で、DX 化が進むなど、大きく社会や暮らしが変化をしました。そんな変化に対応するための対策として、コロナ禍で厳しい市民生活や事業所得等への支援などを中心に、 DX 化の推進など国の事業や市の独自の支援を進め、コロナ先の癒しづくりを目指してさまざまな施策に取り組んだところです。で、昨年長らく続いた新型コロナの感染拡大も落ち着きを見せているところでありますが、物価上昇などによる厳しい暮らし、それから社会経済情勢の中にも、アフターコロナ、ウィズコロナの新しい暮らしや経済活動を進もうとする1年であったというふうに思います。で、令和6年度の第2次東総合計画、第3次基本計画の取り組みの最終年度として、引き続き子ども、暮らし、にぎわいを中心にさまざまな施策を展開します。特に子ども・子育て施策についてはさらに充実をさせて、未来の伊賀市民への投資を進めるということとしています。加えて、市政20周年の節目でありますとか、芭蕉生誕380年の節目ということで、そうした年であることを踏まえまして、誇れる伊賀市、選ばれる伊賀市の実現に向けた段階を着実に登っていけるよう、また今年の干支の龍、辰のようにですね、昇り龍という意味を込めまして、天に昇る勢いで皆さんと共に頑張っていきたいなというふうに思います。充実、場所で、場さんではありませんけれども、充実したたび、未来へ昇る、躍進する予算、略して未来躍進予算ということといたしました。で、未来躍進予算のトピックとして、一つは大きなイベントであります市政20周年記念事業や芭蕉生誕380年記念事業、それから中部歴史まちづくりサミット、山鉾屋台行事、観光推進ネットワークの総会、こうしたものが伊賀市で開かれるなど、これを機に前進する年度ともいえます。で、子ども・子育て施策におけるベーシックサービスの無償化ということについて述べたいと思いますが、もう一つのトピックは、子ども・子育て施策をさらに充実させるというもので、伊賀市の子ども・子育て施策におけるベーシックサービスの無償化ということでありまして、令和6年度、この2つのトピックを基軸といたします。それではですね、当初予算の概要です。子ども・暮らしにぎわいの3つの柱のそれぞれ主な事業としまして、まず子どもについて説明をいたします。令和5年度から実施しています小中学校の給食費の無償化に3億3109万1000円、令和6年度の新規事業で公立私立幼稚園及び保育所、園、認定こども園、認可外保育所の副食費について新たに無償化とする経費として7404万7000円、それから福祉医療費について中学生まで低所得、まで所得制限なしで窓口での無料化には2億3735万9000円を、それからこれに加えて市の独自事業として新規事業ですが、公立私立保育所における使用済み紙おむつの持ち帰りを廃止しまして、各保育所園等で処分するための収集運搬経費に1971万2000円、それから地産地消食育の推進を図るために、小中学校給食において市内産の食材を利用した伊賀スマイル給食のまかない材料費として2149万8000円、それから学力向上を目的に中学3年生を対象とした実用英語技能検定、そして外国人児童生徒を対象に日本漢字能力検定の受験手数料として331万5000円を計上しています。暮らしの方ですが、伊賀市地域防災計画に基づく災害用備品の消耗品購入費に462万8000円、高齢者や聴覚障害者への説明を円滑に行うため、マイクで拾った音声を字幕で映し出すディスプレイ、介護高齢福祉課及び障害福祉課の窓口に導入いたします費用に98万円、
地球温暖化を招く CO2 削減の一環として伊賀北部地区において動植物由来の再生可能な資源いわゆるバイオマスを 25% 配合した可燃ごみ袋を導入するための指定ごみ袋購入経費に4934万4000円をそれぞれ計上しています。にぎわいでは美術博物館の建設に向けて基本計画の策定を行うため伊賀市立美術博物館基本計画策定業務委託料に2400万円地域総合整備資金貸付金制度により地域振興や雇用促進につながる事業を実施する民間事業者に対し設備投資にかかる無利子資金の貸付を行うための地域総合整備資金貸付金に1億4100万円をそれぞれ計上しています。以上一般会計前年度比 3.1% 増13億9638万4000円増額の464億9928万6000円としました。増額の要因はにぎわい忍者街道創出 PFI 事業の特定事業であります旧上野市庁舎改修整備事業費や整備投資にかかる無利子資金の貸付を行うための地域総合整備資金貸付金子ども子育て施策の復職費の無償化などに伴うもので合併以来最大の予算規模になります。次に特別会計についてはモニターでご覧の通り全体で前年度比 1.2% 増の212億3139万3000円となります。うち介護高齢事業特別会計では3年に1度の介護保険料の見直しがあります。たとえ介護が必要となっても自分らしく住み慣れた地域で生活し続けるための介護保険制度の財源の一つとなる介護保険料の基準額が前期同様の据え置き額となるよう基金を活用するなど高齢者の負担をできるだけ上げないよう努めたいと考えています。企業会計では病院事業会計は前年度比 0.1% 減の58億8413万5000円水道事業会計は前年度比 11.8% 減の49億9542万4000円下水道事業会計は前年度比 3.3% 増の41億5560万円としています。この3つの会計を合わせますと前年度比 3.5% 減の150億3515万9000円となります。それから財産区特別会計ご覧の2つで合わせて前年度比 2.9% 増の4344万1000円です。以上令和6年度の全会計の総額前年度比 1.4% 増の828億927万9000円としています。それから令和5年度の補正予算ですが一般会計5つの特別会計3つの企業会計2つの財産区特別会計を合わせまして11億6360万7000円を減額し補正後の全会計の予算総額を873億6586万2000円とするものです。詳細の内容は先日財政担当課から説明をさせていただきましたので私の方から割愛をいたします。予算以外の提出原案については広報官から説明をいたします。私からは以上でございます。